ロレックス、デイトジャスト。1972年製造、RF1603。CAL1570 搭載の自動巻き、カレンダークイックセットなし、ハック機能付きです。シルバーのシグマ文字盤、エングレーブベゼルです。ロレックス、ゴレンジュビリーブレス仕様。素材はステンレススチールです。サイズ。ラグ幅20mm、ケース径は約 35mm、リューズ含まず。縦、ラグ端からラグ端まで約 43mm、厚さ約 12mm のメンズサイズです。操作方法。精度。タイムグラファー計測でプラスマイナス30秒程度に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。デイトジャスト。ロレックスのスタンダードモデルとして人気の高いオイスターパーペチュアル自動巻きです。グローバルスタンダードとなったロレックスの名声を確立した三大要素、オイスター、パーペチュアル、クロノメーター。このベーシックモデルは、当時のロレックスの技術と先進性を語る傑作です。本品は、ロレックスを代表するメジャーモデル、デイトジャストです。リファレンスは RF1603。最も多く、流通する1601がホワイトゴールドのフルーテッドベゼルであるのに対して、こちらはステンレス素材のエングレーブベゼル仕様です。特徴。ダイヤルはシンプルなシルバーカラーで放射仕上げされた高級感のある文字盤です。さらに本品はダイヤルキャブにはスイス表記の横にシグマ表記のついたシグマ文字盤、インデックスや針がゴールド仕上げされたものであることを表し、一部の高級モデルにのみ使用することを許されたレアバリエーションです。搭載ムーブメントは自動巻きキャリバー1570。精度と耐久性のバランスが取れたパーペチュアルの傑作ムーブメントです。リューズはロレックスのクラウン付き 6mm リューズ。巻きやすいベーシックなリューズです。ブレスレットはロレックスのゴレンジュビリーブレス。巻き盤タイプで中央3列が鏡面仕上げ、両サイドはサテン仕上げのドレッシーなブレスレットです。共に同年代を過ごした廃盤のブレスレットになります。ビジネスシーンでも使いやすいシンプルフェイスのおすすめ品です。コンディション。リューズ、ローターの巻き上げ感も軽快です。ダイヤルはインデックスの夜光ポイントに経年変化が感じられますが、その他は特に目につくシミ、傷などはなく、良いコンディションを維持しています。ケースは軽いすれと小傷がありますが、打ち傷などはありません。風防は軽い小傷、線傷程度で、特に視認性には問題ありません。ブレスレットは、ゴレンジュビリーブレス REF6251H。FF55 22コマ。
最大 19.5 センチ程度まで対応できます。しれと軽い小傷、少し伸びがあります。時計の外観コンディションや精度など詳細は概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。